で、ここからスタートかな。アルバート、乗りません。乗らねえの。アルドバンカンパニー。あ、タイムが始まった。駆け抜けます。ドーン。あいつね、信号を守って普通に来てるだけなのに、ぶっ飛ばされるのかわいそうだよね。残念だったな。メダナイト様の邪魔をするお前が悪いのだ。メタルクイック。この速さ。謎解きとか、もう終わってるから、どうでもいいぜ。このメダナイトの速さ。こんなもんいらん。ひたすらメタルクイックを使いながら駆け抜けるんだ。走る走るメタルクイック。メタルじゃなくてメタクイックだ。速い。よし。上突き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 。でこれぐらい効いたよな。ここでギャラクシアン。ちょっとずれてるか。あいずれてるですよね。自分でも思った。あ、これずれてんなって。もったいねえ。よし、メタナイト強いっす。ロボに乗ったカービィ並みの強さあるよね。このメタナイトが負けたのか。そしてカービィと戦わされてしまったんだ。エスパー発見。あ、電池だ。いらねえよ。危ない。あ、寝られちゃった。いっぱいいっちゃいました。おら、泣かない。普通にダッシュ切りで駆け抜けてしまっただけじゃないか。よし、次はこの工場だ。メタクイックを使って一気に走る。忍者、さすが忍者汚い。チュー、メタナイトは忍者じゃありません。これも倒せんじゃね、メタ様なら。メタ様ってすげえ。不思議な音楽。ひたすらメタクイックを使うんじゃ。めっちゃ速い。まあ本気でタイムアタック狙ってる人は頑張れ。俺はさすがに本気では。狙わない。普通にクリアぐらいでいい。言いたいことも言えないこんな世の中さ。これぐらいでいいだろう。フィニッシュ。抹殺。よいし。めちゃくちゃ強いっすよメタナイト様。さすがメタナイト様だす。どうでもいい。ハートスペードダイヤ。これさ、ミスった方が早いんじゃね？先に行くだけなら。細く外れのこれ引いて、次のとこ行けるから。タイムアタック狙うんなら、あえて外した方が楽なんじゃないかという。そういう予想ができたりはしませんかね。壊すと、ああ、これか。どうでもいい。割とどうでもいい。メタクイックは X で使えるのが触らなくてな。なんかそんなこと言ってたな。で、Y で回復だな。どんどん行くよ。ひたすら X を。この速さ。
これ入れるかな、入れないな。メタクイック、メタクイックの速さを見せつけてやるぜ。ダッシュ攻撃を跳ね返るからな。ダッシュ攻撃とジャンプダッシュ攻撃の方がいいな。通常ジャンプ攻撃を跳ね返っちゃうから。早い、もう基本メタクイック状態をキープ。基本はメタクイック状態。破壊神メタナイト、恐るべし速さですよメタナイトさん。やる気、やる気ないわ。これダメだ、ゲームボーイはやらなきゃダメか。向こうカービィっすけど、メタナイト型にカスタムはしてくれなかったのがいい。いえいえ、まだまだ行くぞ。よし、やっといけた。さらば、ここはメタクイック使う意味がなかった。よし、ここもあれだ。時間待たなきゃダメだからどうしようもない。ヒール使って壊せるし。これ楽すぎだろメタナイト。強いっす。かわすっていうこのゲームの本質をスルーしてしまった感が。チートキャラ、公式チートキャラメタナイト。え、来た。メタナイトで5なら一撃で倒せるかな。か、体力確認してから。即死かな。メタナイトレンジャー、ドーン。強いっす。メタ様マジっぱねえっすよ。基本はメタクイック状態。そしてボスは必殺技で一撃。マジパネっすよメタ様。すべての障害物はぶち壊せ。痛い。好みでどうぞっていう。はい、ステッカーはもう終わってるからいらないっす。またゲームボーイ行くよ。偽カービィ、うわ大丈夫。よし、これ必要だったか。無視していけるんなら無視で、私は一向に構わんのだが。無視でよかったんだろうな。大したものもらえなかった。ほら、別にいらんねえな。タイムだけ考えるんならスルーでいいぜ。で、ボタン間違えて回復とこれ取っちゃったことは内緒だぜ。ダーシュ。忍者、さすが汚い。メタクイック、メタクイック。早く早く駆け抜けるんですよ。
駆け抜けるんです。メタナイツでゴーがちょっと使えん。中ボス戦かな。ギャラクシャンダークネスを2回使ったらいいんじゃねえかな。ちょ、あ、メタナイトでゴーで一撃で殺した方がいいか。力押し優先、力押し優先。力押し優先。攻撃できるチャンスが少ない。中ボス戦はうぜえ。中ボス戦はあれだね、メタナイスでゴーで一瞬で倒すのが一番だ。ちょっとクイック使いすぎちゃって。はいはいはい、そこか。キャプとか別にいらないですから。確かに回復アイテムは少なめだな。まあ自分で回復できるからそんな問題はないんだけど。次のパス。あ、防衛システムだ。防衛システムが十字架っぽくなって強くなってる。クラックをクラックを。間に合い、間に合い、間に合い。よし。1回目、あ、ゲージもらえんだ。ヒーリング1回しとこう。おらよ、両方に行くから一発超強い。ホロローバーズは一発で倒せるよ。で、ここを自力で倒して、あ、帰ってきた。止まれよ。なかなか落ちてくるの早い。あえて力押しで、これで多分ゴーが溜まるだろう。で、戻ってきたやつにゴーで一瞬で抹殺して終わらせる。きたきた、ヘビーメタナイツでゴー。即死しろ、即死。ちょっとえ超あれまだ結構、あ、残ってなかった。はい、で最後にこいつぶん殴って終わりと。11分、あ、11分切れなかった。 0.57 秒切れなかった。2つ目の工場を破壊してやった。うーん、あれ、今作声優さん2人しかいなかったけどね。レベル2、あ、ゴールドになってる。色変わんのか。でも大体分かってきたぜ。